わさびさん40歳、エバラ38歳ですもん。出会った頃お互い20代だったんだよ。言っちゃえば人生の半分このゲームやってるんですよね。すげえやってますよ。あーもうレミ出ちゃいました。さあちゃんとブロック。渡部さん髪より出方が出るっぽいんだよ。よくわかんない。絶対多分こっちの方がきついよね。あーマジきついっすよ、うん、ダットリーは。ヨモダがあんまり詰めなかったらもうちょっと楽だったんですけど、ヨモダの対策みんなやるようになっちゃって。ああなるほど。超きつい。あーくぐれなかった。あこれはうまいな。ロケット、これはギリギリ。あちなみにこのコンボもコンボだけ読まなかった。バッドリーとオロニーウルトラパームショット難しいんで。うまい。9本使いは全員チュンリーよりだってるのがきついと思ってるんじゃないのかな。あまあ多分俺もそうだと思うんですよ。今フィールド業界ヨモダに3つけるやついないんで。あーなるほど。3とか 2つけるやつ。2人なんか言われているダイヤ通り的な。いやーヨモダが強すぎますね。はーい分かるやつ。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー。藤原さん誕生日おめでとう。ハッピーバースデー藤原さん、おめでとう。すげえ苦笑いしてる藤原さん。勝っちゃったよ。俺勝っちゃってごめんみたいな。なんかごめんなさいみたいな。すげえ謝ってる藤原さんが。